こんにちは。こんにちは。今から浜ゆうじコンビでゲームをしましょう。ゲームあれ、ルール説明をいたしますね、はい、まずエンドラインはあそこの赤のコートで、サイドもこの赤のコートで、ジャンプはなしで7点マッチを3回触っていいルールでゲームをしたいと思います。ちょっとこれはね、真剣にやろう。そうですね、絶対に勝つ。もちろん負けたら罰ゲームね。罰ゲームあるんですか？あるんですか？勝負ですか？そうですか。それは負けられない。え、絶対やだ。絶対負けられない。罰ゲームは、はい、今日から1週間毎日自撮りで動画を撮ってもらいます。これをコンテンツとして YouTube の方に流させていただきます。なるほど。今日の1日って、え、うちらのじゃあ私生活が明かされるとかですか、 YouTube で。寝る前の顔がね、寝る前なのか朝なのか分かりませんけども。あ、そうなんだ。どこでもいいんですか？どこでもいいです。なるほど。場所はお任せします。おお。これを1週間やってもらいます。1週間長いぞ。長いよ、1週間って。まあ、やるからにはもう。そうですね、負けなければやらないですよね。そうそうそう、 OK。 勝てばいいんですよ。勝てばいいんですよね。頑張ります。意地でも勝つから。お、意地でも勝つから勝ちだって。怖っ。いや、めっちゃ睨むやん。怖っ。じゃあよろしくお願いします。はい。すいません。あ、待ってください。ごめんなさい。
ごちゃごちゃ言ってますよ。次はサーブが来るので、トスを近くして前にフェイントしたいと思います。じゃあもう思いっきりいきます。チャレンジってことですか？今更ですけど。いや、スポーツマンシップにのっとって、終わったことにイチャモンつけてくるのはどうだと思います。嫌です、私は。あのチャレンジは見事、ちょっと許せない。私も脳幹ぐらいですかね。ホワイトですよね。ここは一回脳幹してるんで、さっきのちょっとチャーってことにして今脳幹。勝者は？はい、クヨです。ということで、罰ゲーム決定です。おめでとうございます。罰ゲームの意気込みを。お願いします。罰ゲームの意気込み？はい。多分、毎週、毎日真っ暗でお休みだけ。どんな動画が仕上がるかはお楽しみということで、まあ、お楽しみにしてます。はい、皆さんお楽しみにしてもらって、まあまあまあ楽しませる自信はあるよ。期待大にしてお待ちください皆さん。はい、では本日の勝負は中川さんの勝ちということで、おめでとうございます。1週間いや撮るじゃないですか。絶対おもろいとか言って半分だけないけど、まあ、まあまあまあ1週間じゃあ自分のやったやつとか報告します楽しみにしてください。